日本、イギリス、イタリアの3カ国共同での新しい戦闘機の開発計画、いわゆる GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラム・ミー、グローバル・コンバット・エアー・プログラムが本格的にスタートしたというニュースが入ってきました。戦闘機の心臓とも言うべき機関部を担当するのは、日本では IHI 社、イギリスではロールス・ロイス社です。今回は、この IHI 社とロールス・ロイス社の機関部開発について見ていきましょう。同時に、日本国内で戦闘機エンジン開発がスピードアップしない理由も調べていきたいと思います。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付け、共同開発することを正式に発表しました。2021年末には、すでに、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が、新しい戦闘機の機関部実証事業を行うことや、2022年2月に、新たな戦闘機用レーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決まっていたということです。そのため、今回の日本、イギリス、イタリア3カ国による GCAP の始動は、これまでの流れを各国政府が公に認め、満を持して報道機関への発表となったことを理解してもらえるようですね。イギリスと日本の間での新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化されたように感じられます。それは、同時に、従来までのアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠という考え方に区切りをつけたとも考えられます。1945年、昭和20年の太平洋戦争の敗戦によって、日本はアメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれることになりました。沖縄がアメリカ領のような扱いになったのもこのためです。コーンパイプをくわえた姿が印象的なマッカーサーがリーダーとなっていた GHQ、ジェネラル・ヘッドクォーターズとして知られている連合国軍最高司令官総司令部が指揮を執ったことは、戦争関係の報道番組や教科書などでもご存知ではないでしょうか。この GHQ の施策の中では、当然ながら軍備につながる産業分野は抑制されました。航空機開発は言うまでもなく、開発技術も大きく後退する羽目になったのです。そのため、今回の新たな戦闘機の開発目的、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は言うまでもなく、その土台となった F2 戦闘機開発の際も、純国産化を望む声があったにもかかわらず、それを行える機関部の製造は、当時の日本の技術では困難でした。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、俗に日米貿易摩擦という、日本のアメリカへの輸出額が、輸入額を大幅に上回っていた。簡単に言うと、貿易で日本がアメリカからずっと儲けていた時期だったのです。日本は儲けすぎだ。この不公平を何とかしろ。とアメリカに要求された、脅しに近かったのではないでしょうか。日本政府が考え出したのが、牛肉やオレンジなどの関税を下げ、アメリカ産品の輸入を増やすという方法でした。日本がアメリカへの輸出1位だった自動車の関税をスルーする代わりに、農産物をアメリカから強制的に買い入れることにしたのです。政府自民党の代表団だった農業界は大反対したのですが、政府はそれを抑え、強引に農産物輸入拡大を進めました。といった状況でもあったので、技術が追いつかないことも、理由の一つとして、アメリカ製の戦闘機を土台にすることを決めたというわけでした。ここで使用されたのは F-16 ファイティングファルコンです。
F2 戦闘機の開発に関しては、各部に大きな変更を加えたせいで、もはや別の機体ではないかというほどに変化しており、日本には必要不可欠とされた対艦攻撃能力も強化されました。とは言うものの、完成した F2 戦闘機は、さまさせ、アイナ状況に合わせて変更する必要があったとしても、日本の判断で仕様変更することは、できませんでした。要するに、艦陣用の機体コントロール部分の情報が、日本には開示されなかったのです。F2 の改修や変更は、日本が自由にできなかったのです。高額を払って購入したというのに、理不尽というか、もやりますよね。F2 戦闘機についての、こうした反省を踏まえた日本は、代替機開発計画については、自国主導を前提とし、三菱重工業者を主幹契約企業として、そこに国内企業を紐づける、開発体系の構築を進めていきました。今度こそ、という意気込みを感じますね。とはいえ、今までの経緯もあり、アメリカのロッキード・マーチン社には、技術支援先として計画へ関与してもらうことも希望していたようです。しかし、従来のようにブラックボックスを抱え込む事態は避けたいという姿勢が強かったため、日本とアメリカが妥協点をどこに見出すのかについても、注目が集まっていたと見られます。しかし、結果として、今回の日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。従来のアメリカやロッキード・マーチン社等よりも、ずっと対等関係で開発できるのではないかと、各方面から期待が寄せられているそうです。日本での GCAP の布陣は、全体の統括と機体本体開発を三菱重工業者、機関部は IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担うことになっています。イギリスの場合は、全体の統括と機体本体が BAE システムズ社、機関部はロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等をレオナルド UK 社が担当することが明らかになっています。つまりは、テンペスト計画そのままということなんですね。これらの企業の技術化せ優れているということかもしれません。日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP が確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産機関部を搭載することが有力視されていたそうです。その理由ですが、IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称、新進と呼ばれていた実証実験機用に開発した XF5-1 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンを試作機1機とはいえ、すでに2018年に納入していることが大きく影響したと考えられていたのです。ここで製造された XF9 エンジンは、地上での動作確認ではありますが、アフターバーナー使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800°C を記録しました。つまり、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。XF9 エンジンの研究開発は、IHI 社で2010年から開始されました。新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトは、スリムでありながら、大出力を確保できるというエンジンだったのです。優れものですね。XF9 エンジンを搭載する戦闘機本体についても、ステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を進めると同時に、搭載する、燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的となっていました。大出力というのは
搭載する戦闘機としての高機動性を確保するためには必須条件ですし、近年は戦闘機同士の空対空戦闘が減少傾向にありますが、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素なのです。このようなスリム化、大威力という目標に対して、一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンですが、実際の機体に搭載した状態でのテストは行われていません。ということは、残念ながら、即実用化には結びつかないとも言えましょう。しかし、日本飛眼の国産戦闘機用エンジンとしては、一定水準の成果を上げたことには間違いありません。ですから、新しい戦闘機への搭載に期待されていますが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化していくのかが注目されるところです。同盟の高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画での機関部開発で難航していると伝えられていましたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で、多数の量産型戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを、この企業は有しています。個人的には、ロールス・ロイス社が持つ技術力は、少なくとも、IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられます。となると、やはり、ロールス・ロイス社が、開発の主導権を握るのではないかと考えられるのです。IHI 社の XF9 エンジンには、発電や冷却という機能では、譲る部分があるので、今まで蓄積してきた経験を活かしつつ、量産化とコスト低減に最適な選択になることを期待したいものです。IHI 社が現在の社名になったのは2007年、平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業者として日本の重工業を支える一角と認識されていました。企業としての歴史は古く、江戸末期に遡るほどです。前身である石川島造船所が作られたのが、1853年、吉見長6年のペリー来航の年ですから、歴史の古さが実感できると思います。現在、航空機用のジェットエンジン分野では、国内シェア6割以上を誇っています。現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機には、ゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンが、F-15J イーグル戦闘機には、プラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンが搭載されていますが、両方とも IHI 社がライセンス生産したものを使っていますから、この会社の技術に関しては折り紙付きということでしょう。IHI 社が開発し、実用化、量産化されているエンジンの例としては、海上自衛隊が2013年から、運用開始した P1 哨戒機の F7 エンジンがあります。ターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用可能ではないかと模索されているようです。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦イズモ型、最新鋭イージス護衛艦マヤ型等の建造を手掛けているのはジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は、IHI 社の造船部門から派生した企業です。